県内で先月倒産した企業の数は4件と、2ヶ月ぶりに5件を下回ったことが、民間の調査会社の調べでわかりました。帝国データバンク松山支店によりますと、県内で先月1000万円以上の負債を抱え、倒産した企業の数は4件と、2ヶ月ぶりに5件を下回りました。景気の動向を示す指標も、 前のの月月とと比べポイント増えとなり2ヶ月ぶりぶに改改善善四国4県でで唯一の改善です帝国データバンク松山支店はコストの増加による価格転嫁が進み企業の売り上げはアップしたものの長引く原材料価格の高騰や人手不足を不安視する声は根強く倒産件数は当面一進一退の展開が続くと見ています。